とぼー。はい、届きましたよ。ダダン。占領箱、占領箱が届きました。はい、こちらですね、あのモニターアームってやつですね。モニターアームで今使ってるこれ三和ダイレクトさん、まあ、この YouTube の下に入れときますけど、今使ってる三和ダイレクト、これ5000円ぐらいだったかな。これね、見てほしいんですけど、これ僕34インチのね、ワイド液晶モニターで使ってるんですけど、なんか重すぎて、まずここがちょっとね、斜めって、まあちょっとわかんないかな。斜めるんですよ。斜めってるし、最近、ここが落っこってきました。ここがね、落っこってきて。で、これ重いんですよ、結構。11、2キロあるのかな。で、もうここもね、なんかここもちょっともう飛び出しそうな感じで、もう取れそうなんですよ。で、一回もうめっちゃ閉めたんですけど、まあこれ結構動かすんで、で、まあいろいろ調べた結果、この34インチのワイドモニターに、その、アーム何がええねんと調べた結果、こいつが出てきました。はい。行きましょう。行きましょう。これね。はい、開封。いやもうね、あのね、これ34インチモニターマジでいいっすよ。マジでいい。もうこれね、今年買ったか。これ一番ね、買い物してよかったなっていう。まあ僕が買ったやつ、デルのやつなんですけど、まあそれも入れときます。この YouTube の下にね。まあ12、3万だったような気がするんですけど、まあちょっと高いんですけど、よく買ってよかったです、これは。これは USB-C モデルがあって、なんだ、その僕 Mac 使ってるんですけど、これ Mac ね、この Mac 使ってるんですけど、このモニターになんとね、このね USB-C ジャックがあるわけですよ、端子が。でこれ入れるだけで、これ繋ぐだけで、充電プラス、モニターにも出力できるっていうね。めっちゃ便利じゃないですか。だからもう、ファイナルカットとかでガチでね、だからこの前、その、全テロップ入れるような、ちょっとガチ編集をしたんですけど、これでやったんですよ。よかったです。めっちゃ見れる。めっちゃ見れる、タイムライン。これ1本挿すだけで、1本挿すだけで充電と出力できますから、買ってよかった、これ。これね、あの、で、しかも、ここにね、あの動画編集するときに、パソコン熱くなるじゃないですか。これちょっとあの、これも買って、バミューターのやつか、これ買ってもよかった。これよかったんですけど、これをね、こう置くとですね、冷やせるんですよ。これよかったなっていう。あ、これ冷やせるやん、みたいな。冷やせるやんみたいな、ちょうどここに押してね、これ冷やせるわけですよ、こうやって冷やせるんで、めっちゃ良かった、これこのし、これもちょっと入れときますね、このバニュータン。これもね、いいっすね、空気清浄機。まあ空気大事じゃないですか。これ良かった、音がね、ポーンみたいな、ポーンみたいな、もう早くモニター、早く開けろよって話ですよね。お前早く開けろよみたいな。なかなかないでしょ、なかなか開けないっていう。レビュー動画でなかなか開けないレビュー動画ないでしょ。はい。E プラス。これですね。英語で書いてあるな。英語で書いてありますね。あ、日本語でちょっと書いてありますね。日本語で書いてあるやつもあれば、
うん。あ、ここね。やっぱここがすごい。これがすごい。めっちゃしっかりしてる。これめちゃめちゃしっかりしてますね、これ。これ今使ってるやつに比べるとマジこれやばいっすね。これ超しっかりしてる。これすごい。これ台座、これいける感じしますね。めちゃめちゃ立派な感じしますね。こっちに比べるとマジでこっちチャチいんで、ね、すいません。まあ普通のねモニターだったら大丈夫ですけど、34も無理でしたね。これいい。もう全然違うもん。これ2倍ぐらいあるんじゃないかなっていう、このここがね、ここの、これは合致してますね。あー、いい。このブラック、僕が買ったのがマットブラックみたいなやつなんですけど、めっちゃかっこいい。ツヤ消し、ツヤなし版みたいな、こうマットブラック。あ、なんかこれ、ここら辺もなんかすげえな、これ。なんだろう、これ。しかもね、ここもね、これね、触ればわかりますけど、こっちがすみません、チャチすぎますね。これ、チャすげえ。めちゃめちゃガッチシしてる感じですね。いや、これ期待できますね。あ、これいいわ。もう完全期待できる。こっちね。あとでこれ撮った時レビューしますけど、撮ってね、レビューしますけど、また別動画で。全然違う。いい。はい。お、なんかこういうネジもついてますね。これなんだ、これ何使うんだろう。なんかしかもなんか この六角さんすごいですね。ちゃんとこうできる感じの、これ初めてだな。こんな六角レンチ見たことあります？地球に優しいっすね。人に優しい。多分こういう風にできるようですね。これあれですね、これなんだろう。このなんか謎のネジが、これ謎のネジですね。これモニターのネジ、こっち分かるんですけど、これ何なんだろう。これ謎だな。あ、どっちでもいいよってことですね、これね。これドライバーがある場合はドライバーでやってもいいし、ドライバーなくてもいけるネジがついてますね。これモニターにつける時のネジがドライバーなくてもつけられるぜっていうネジが。これすげえな。いや、ちょっとワクワクですね、ワクワク。まぁ、ちょっと僕はドライバーできますけどね。もうつけたら、結構あれなんで。はい、ということで、かなり良さげな感じで、かなり良さげですね。あ、なんか、タイラップもついてますね、タイラップも。タイラップもついてました、タイラップも。あとないかな。じゃあ、ちょっと楽しみですね。はい、ということで、これを今から取って、これとちょっと比較レビューをしたいと思います。エレコのね、こいつの、サンマダイレクトさんだったと思うんですけど、これと、比較していきたいと思います。では、あ、買ったやつね、この YouTube の下に入れておきますから、このモニターをね。はい、では